ちゃんが言ったものはもうカウントに入りません。あおまんていいか。1問目。ワン、ツー、スリー。おー。これでもいいなんだけど、みんな思ってる。ありがとうございます。早かったですね。どうぞ。刺繍。刺繍。刺繍艺术没错。刺繍芸術ピッポピッポ。好了，已经讲完一个了。一つ。あ、第二个。二問目。ワン、ツー、スリー。OK。OK。有了，待会。お待たせしました。はいはい、汗がしました。どうぞ。顔のペインティング、脸上的人体艺术、脸上彩绘、人体彩绘艺术、人体彩绘艺术、ありがとうございます。正解です。ありがとうございます。第三個、三つ目の四大芸術の時間。ワン、ツー、スリー。 OK、 好像也就只有你。あ、そうや、あなただけの。あらあらあら、私から見えたの。中国雕刻。はい、雕刻艺術。直接讲中文、OK。中国語で大正解です。ありがとうございます。僕ももちろんわかります。最後一個。最後の四つ目。ワン、ツー、スリー。あ、ワン、ワン、ワン。よ、那位女士。はい。OK。あちらの女性の方。どうぞ。はい。あの彫刻芸術の。あとあれ。民族舞蹈艺术。OK， 没错，谢谢。大正解です。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、いつも危なかったですね。彫刻だと出てました。Good job です。好，这个是非常台湾文化的一种呈现哦。台湾文化の現れです。私たちのパフォーマンス。那我们接下来啊，下一段的演出又不一样了。好，那パフォーマンスが変わってきますよ。它是结合传统的歌仔戏的曲调。那台湾伝統的なあの競技に当たるようなものですね。そちらのステップが現れてます。含まれてます。加上摇滚乐的曲风。またロックンロールの音楽も入ってます。再加上台湾传统仪式性的表演，台湾伝統芸術性も含まれてます。我很担心你不知道翻不翻得出来。あなたの翻訳が本当に心配です。这个不用翻了。そんなこと言わなくていいよ。全部言ったつもりです。哦，这个是一个比较新创的表演，就是我们把所有台湾的一些元素，哦，结合在一起，用全新的方式呈现给大家欣赏。台湾の文化、オリジナル元素を全部含んでイノベーションを施して皆さんにご覧いただきたいものであります。那这首曲目叫做九天玄女。この曲目は九天玄女、九天玄女という名前です。哦，那是其实就是我们九天民俗技艺团我们侍奉的主神。私たち九天民族技芸団が主に祀っています神様の名前です。哦，先跟大家简单介绍，九天有庙。我们除了是表演团体，我们还有一间庙。実は僕たちはパフォーマンスをしている他に九天は廟を持っております。哦，那里面侍奉的神明就是九天玄女。そちらで祀っているのが九天玄女です。OK， 哦，那大家相信都等待很久了。那我们来欢迎九天民俗技艺团带来的九天玄女。